No, don't worry about it. I got 10 seconds. You got a bunch of throws on my. Are they twerking on your ass? I think so. And I love it. Oh my god, oh my god. Yes, yes, thanks, sir. Seditious! And now we're gonna be doing some charisma. ちょうどよかったです。 寂しいですが、 言わなければなりませんね。 しばしの別れよ、同行者。 あなた。 なんで急にお別れなんだ？ 大隕石のせいで昏睡現象がひどくなっています。 各地で人手が不足しているようです。 お嬢様と私は患者たちの世話を担当する故、あとはお任せします。さようなら。あなたは最高の聞き手だったわ。普段私と一緒に行動する冒険者たちは多くいるけど、今回の旅は素晴らしい冒険の旅だった。あ、フィッシュルの話し方いつもと違くないか？ つい、うっかり普通に話しちゃった。つまり勇敢で知恵のあるあなたたちならどんな困難だろうと梅雨と消えるでしょう。オズの通訳が逆になってるぞ。<笑>あなたたちなら真実にたどり着けるはずだと。そうよ、この公女の従者だもの。<笑> 断罪の騎士よ。みんなを闇から光の地に連れ戻すのよ。誰が従者ですか。またお会いできる日を楽しみにしています。全てが終わった後は酒。はあ、いい協力者だったのに。それよりいいお知らせです。新たな発見がありました。 大隕石から採取した砂塵を占いに使ったところ、とある情報が見つかったのです。この隕石には1000年以上の歴史があり、レイナルドは昔の人であることが分かりました。隕石は彼の意志を運び続けました。つまり1000年以上山頂に登りたいと絶望する人間。きっとあなた冒険者？通りで雪山に登りたがってたわけだな。 今までは時間をかければ答えを導き出せていましたが、今度は考えを変えて根本。そうだな。今はそのレイナルドってやつを知って、もし隕石に願いが乗せられているとなると、フィッシュルの言った通り、それは呪いです。まさか先に言い当てられるとは。まあいいです。言うとにかく呪いを解きましょう。 昔の冒険者を調べるなら、まずぼ。そういった名前ですが。Open the door. Oh, I didn't know there was a viewpoint in here. Okay, 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 Lisa, you had to have too many rolls. Thanks. Aye, tallest, dangerous, forgive my appearance.
climb, wind, and then young folks spawn in summer. What the fuck is this cryptic bullshit? Good news, climb Maptric Kingdom Spirit, not until climb gemstone carved, towering food supplies, the tribe, bad shape, give up. Arctic bitterly cold, funeral for him, no sign of stopping, freeze over, barrage, hailstorm, finally climbing mountain wall of ice. Probably doesn't appreciate that. まあ、そんな普通の先生術師ならここで諦めるでしょう。しかし、このモナは未来の先生だ。はい、モナ。モナ。読み終わりました。 Put Lisa and Mona on the same team. We got Mona Lisa. 想定通り、レイナルトは2000年前の冒険者です。とんがり帽子山という雪山に登るのが 彼の2000年前。じゃあ、あの隕石は彼の命の星座はある原因で召喚されました。確かにあいつら変わったことばかりするからな。隕石にある原子力は暗示という形で周りの住民に影響を及ぼし、私の考えが正しければ隕石の中には核心のような存在があるはず。仮に私が霊ナルトでしたら、 きっと夢見ていた場所に行こうとするはずです。トンガリ帽子山にあるってことか？私も初めて聞きました。本にあった地図と今のモンドの地形を。雪山が消えるなんてことあり得るのか？風神バルバトスは人々のために氷雪を飛ばし、モンドの地形を変えたと総本で読みました。 So we gotta find Venti, it seems. かつての山は海に沈んでしまっているのです。しかし、その痕跡とは海面から顔を覗かせる山頂部分です。マスク礁と言います。マスク reef? Oh. Ironic how Musk Reef is right over where the Spiral Abyss is. It's kind of fucking funny. So we got a new sword for her. It's not fully. Oh. トンガリ帽子山ですか。先客がいるみたいだぞ。ここは観光名所なのか。あ、お前。スケラムシ。君たちが。あの様子、まさか夢から覚めたばかりか。 自力で目覚めるなんてありえないです。君たちにできないことが僕までできないとは限らない。一歩遅かったな。僕の研究はもう終わった。やっぱりファデイの仕業だったのか。そうカリカリするな。今日は時間がない。また今度にさせてもらうよ。 今までユキヤマの夢の中にいましたよね。レイナルト。レイナルト？何のことだ。ま、気づいてしまったんだ。恐ろしい。十。He's gonna fuck with that crystal behind him, isn't he? So now the fucking sky is a conspiracy. どういう意味ですか。でも、そこまで言わなくてもいいだろう。それに夜に空を見上げれば星が見えるじゃんかよ。それが嘘なわけないだろう。甘い。甘。ま、君のせいじゃない。少し前まで
僕もそう信じてたから。少し前まで、それって君たちの話に付き合ってる暇はない。 Yeah, he's gotta fuck with that crystal, god damn it. 同居のやつ、こんな任務を僕に任せて、事前に発見の可能性を教えないとは。僕を驚かせたかったのか？今から真相を確かめなければならない。失礼するよ、青二歳ども。どこに行ったんです？今、青二歳って言いましたよね。私を甘く見るなんて、天才の怒りを教えてあげます。I like how they allow you to play as other characters, though. What the fuck is that? すごい戦いぶりだったな。私を怒らせた罰です。当然です。パイモンもそう思ってますよね。ねえ。そうだな。モナがいなかったら、もっと大変な目に遭ってたかもしれないしな。Paimon, we fought fucking harder enemies. 聞こえてますか？ファデュイの執行か、悪者め。でも、先ほどの彼は嘘をついているように見えませんでした。師匠が先生術を教えてくれた時に言っていた偽りの空には、少し考え事をしてました。さあ、仕事しましょう。ああ、これが革新か。この石から凄まじい元素力と意志を感じます。革新で間違いあります。ええ、壊さないとみんなは目覚めません。この革新が事件の根源ですから。 Right, so how do we plan on destroying this? 頑張れ。 What the fuck? 縄があれば山は登れる。 What the fuck is Virgil doing in this game?イカダンがあれば、Virgil, get back into your Devil May Cry. 40歳まで、わしはあらゆる秘境を踏破した。Looks like Virgil. とんがり帽子山は、わしの冒険を終わらせた。いや、それだけではないかもしれない。わしは年を取った。かつてわしは幾度も山のふもとで果てしない雪に敗れた。それはまるで弱点のない獣、世界の残酷さそのもののようで、わしは怯えた。勇気を失った冒険者は高い山を登れなくなる。わしは山登りをやめ、大きな夢を見始めた。人類は自然を征服するために道具を発明する。そして何度も何度も改善を重ねる。足でたどり着けないなら道具を使うのだ。道具でできないことは翼に力を借りよう。親愛なる友よ、この未完成の翼の設計図は託したぞ。未知を前に人類は力を合わせる。生きていれば人類にたどり着けない場所などない。わしに残された時間は多くない。長風はまだ訪れない。しかしわしらは、あるいはその子孫、弟子、友人の中に、そこへたどり着ける者は必ず現れる。It'd be weird if he turned out to be Oz. Just imagine that. When it turns out to be Oz. Like, that'd be insane. 人類の信念が千年間も存在するとは。ああ、先生学はやはりすごいですね。なんで急にそんな結論に？星と交流することで、すべての秘密が見えるからです。もちろんそれができる先生術師はそうそういませんが、
急にどうしたんです？そういえばフィッシュルは不思議な人でしたね。だよな。なんというか、あーその確かにそうだけど、よく考えたらまさか間違った方法で正解にたどり着けるタイプ。そうかもしれませんね。ただとんがり帽子山が小さな島になってるなんてな。かつての山が小さな島になって、船に乗れば簡単に行けるようになりました。誰でもとんがり帽子山に登れるってことか。レイナルトはそれで喜ぶのか。翼を手に入れた人々はもっと遠くへ、高い場所へ行ける。未知を発見できる。さあ、隕石の核心の処理も終わったし、ね、これで冒険者協会の依頼を無事完了したってことだな。 It's weird, they have voice acting for some of them characters, but like not all of them. Sup, Charles?君たちも噂話なんかに。確かにうちに来ている客は流行の話題というより、俺が聞こうとしなくてもか。おい、怖い話じゃないよな。ちょっと待ってくれ。心の準備をする。怖いということは別にないが、まあ闇夜の英雄と呼ばれる人の英雄。さっき何か言ったか聞いてなかったんだな。Fucking Pyman。 闇夜の英雄の話だ。噂によると彼は真夜中にのみ現れ、正直に言うとそういった噂にあまり興味はないが、まあ酔っ払って暴れるお客さんの対応をしてくれるのなら喜んで歓迎するな。話によると目撃者は それが少なくとも闇夜の英雄の話は嘘じゃ。とにかく俺が知って興味があるなら広場の方で聞く。闇夜の英雄か。ただなんというか少し影があるような。パメン、you need to chill the fuck out。のことが聞きたいの？闇夜の英雄はね、この私よ。冗談よ。はあ。私が本当に言いたかったことは、似たふ育成層の夜、ずっと門戸を守り、己の正義をつ。マーガレットってそんなにすごいや。いいえ、その英雄さんはお金持ちだって話。持ってるものだけが精神的な豊かさを求めることができるのが世の常。英雄が出てくる物語の多くもそう描かれている。 So you just wanted to flaunt your wealth。 そんなことないわよ。私はただ前に。ほとんど同じ意味だろう。キャッツテールのオーナー。そうだ、縄文の衛兵に聞いて。遅番の人なら They did an actress。 Yeah。まあそう焦らないで。あの夜見回り中の。そうだから、おい、その瞬間そのものがまとう黒い服はその存在よ。悪人たちにとってそれ。おい、そして俺はどうしたと思う。悪いことをしてない俺がどうしてに。だよ、現場から離れたのは事実だ。だから俺は騎士。ああけど量を確認したけど。じゃあ That's funny。 騎士団の。そうなるね。あの者の実力なら結局お前。そう落ち込むな。そうだ、 Try asking Fire Trap。 今夜はムンパイにしようかな。
闇夜の英雄。闇夜の英雄？あ、ごめんなさい。少しぼーっとしてたみたい。あ、まさか顔に。どうしよう。あ、今ディルク。え、わかりました。もともと私が慕っているのはあの夜闇夜の英雄に救われてから。What a player! What a fucking player! She's opening her gates for more than one person, I'll tell you that much. 実はあの時あまりに覚えてるのは心が安らぐような炎の光と、なぜか、まさか、さ、わかった。これまでのセフィロス騎士ではない。ここまで調べたんだか、夜の城内でも歩いてみるか。夜になったな。Well, I mean, it is fucking nighttime. Run around the city. Oh, what the fuck?Oh, this D-like. What the fuck? Yamiyo na eiyou te Diluc no danna datta no ka? God damn it.Well, I guess I have to take back what I said about Donna. She really is a one man woman. He's just like, no. これで闇夜の英雄の謎が解けたな。それでさ、闇夜の英雄さん、その名で呼ばないでくれないかな。だよな、闇夜の英雄はダサい。もっとロマンある名前にしよう。ねえ、せえ、カプテンパイ、really? せ、正義の味方だ。Captain Pyro? 正義の味方さん、一体何があったんだ？ファッキン。アビス教団だ。It was the Abyssal Order. 最近、何やら悪巧みをしているようでね。何かを探っているようだ。この間何度も僕が阻止したというのに、まだ諦めないと。ああ。もう一人の闇夜の英雄とやらがいなければの話だが。騎士団には役に立たない奴が多すぎる。安心して背中を預けられるわけがない。昔のことだ。話す必要はない。君たちの話し合いに付き合った。He's just so fucking tired of the order. He's like, I don't want to fucking deal with this shit. 僕の正体を内緒にしてくれ。特に騎士団の人間には僕の行動を知らせるな。How did it go from night to day? What the fuck? ただの雑魚だ。君でも簡単に雑魚どもに僕の歩みをと、秘密を守る剣も忘れるな。ではまた。Motherfucker. おい、行っちゃうのかよ。さっき
ここで何か物音がしたような気がするが、何か異常はなかったか？異常？ないよ。パイマン、you're lying sack of shit。闇夜の英雄のことか？それなら。闇夜の英雄？まずか？そう、実は。Oh my god. Pyman's an asshole. そんなにかしこまらないでくれ。いや、待て。お前たちがモンドに来る前から。なぜ嘘を吐いた？まあいい。お前たちがわ、だが、闇夜のこの場所では言えないこともあるのでね。仕事があるからこの。Fucking Pyman, you slut. 闇夜の英雄について何か話したいことがあるみたいだな。ああ、来てくれたんだな。この間の闇夜の英雄の件について。他にそれもそうか。こっちが実は。うわ、下手くそな G。ああ、ほぼ共通語ではあるが、読めるところだけ見ると、これはアビスキュ。つまり、闇夜の英雄は悪い奴ら。その通りだ。これは闇夜の英雄一人だけではなく、ああ、何か。デュークの旦那、今騎士団で。アビス教団からの果たし状のことか。もう知っている。わざわざ知らせに来て。うえ、暁ワイナリーの情報網はビジネスだけじゃないってことだ。じゃあディルックの旦那はどうする？君たちの意見を聞かせてくれ。それではアビス教団の思うツボだ。奴らは僕と騎士団の間に確執があると感づき、僕を騎士団の前に引きずり出そうとしているんだ。僕の正体が騎士団に露呈すれば、今後の行動は、権力を握っている組織というのは、部外者が代わりに。アビス教団の奴ら、なんてなんだよ。無論方法はある。だが、情報が、果たし状にわざと隠されていた情報がね。わざと隠されていた？読めない部分。あれは奴らだけが読める暗号のようなものだろう。つまりあれは単なる果たし状ではなく、奴らの行動通達の一種なんだ。双方の立場が対立した時、一方にとっての英雄はもう一方にとっての悪人となる。僕は長いこと奴らにとっての悪人となってきた。アビス教団が僕という目標を見据えることで、その力は。ただ奴らのことに詳しいだけだ。英雄とは味方。でも読んでもわからない部分についてと。簡単さ。わからなければ聞けばいい。奴らの拠点はすでに把握している。興味がここだ。このような古い遺跡に隠れるとは。さあ、All right. Nice, we get to play as him again. Okay. What kind of sword are you using?
Like how it says trial, like, oh yeah, we're gonna allow you to play with this character, but you can't keep them. Why the fuck not? Okay, so he's got a similar charge as Beidou. Gotta get myself some apple. Hell yeah. なんかと一緒にするな。さあ、計画の中身をおとなしく吐いてもらう。手紙を読んだのか？お前にその秘密を教えるわけがないだろう。自分の立場をまだ分かっていないようだ。手を媒介に神の目の炎を放った？いつまで我慢できるか見てみようじゃないか。
ならいい。もう何かを隠せるほど強い心も残っている。Hell yeah. Gotta get that precious chest, y'all. 情報は手に入った。僕は準備を進めさせてもらう。可能であればこの件について騎士団の動向を見ていてほしい。はい、任せてくれ、旦那。突然どうした？ついさっきディレックの旦那はオイラの怒らせてはいけないランキング1位にランクインしたぞ。サッポア。We need to attack. 早く闇夜の英雄を見つけないと。ああ、お前たち。ここだ。先ほどの会議で今回の行動指針が決まったんだが、どうなったと思う？冗談はよしてくれ。騎士団はそんなことになれば、モンドの者たちは騎士団よりも闇夜の英雄を頼ることになるだろう。闇夜の英雄の正体を明らかにして彼を保護することになった。保護？あいつの実力なら騎士団の保護なんていらないと思うけど。し、いや、まあお前たちにもいろいろと世話になったから。保護はあくまで表向きで、本当の狙いはこの一件を騎士団の管理下に置くためなんだ。闇夜の英雄には手を出させないってことか？騎士団の実力を証明するためだよ。闇夜の英雄がいなくても騎士団、それにアビス教団が何をするかわからない。敵の勢いを高めることになる。騎士団にも騎士団の苦悩があるんだな。それに闇夜の英雄の正体もわからない。怪しい人物が多すぎて。そう悩む必要はないさ、ホフマン。俺の言う通りに調査すればいい。ガイア隊長。そう。キャプテンケア。最近ディルックのやつが毎晩エンジェルズシェアでバーテンダーをやっているらしいんだが、彼を見張ってみたらどうだ？そう難しいことじゃないだろう。それはもちろん問題ありませんが、ディルック様が闇夜の英雄であると疑っているんですか？さてね、どうだ。騎士団の中でも疑いの。Fucking Kia knows. ガイアのやつか。こうなる予感はしていた。あいつにとって僕から一本取る。He fucking knows. それより。I can't get into that most funny though. That's the first funny word. 今はその策を逆に利用してやればいい。考えるから静かに。Fuck it. 僕を監視するなら望み通りにしてやろう。完璧なアリバイを作ればいいだけの話だ。アリバイ？どうやってだ？知りたいなら一つ手を貸してほしい。もったいぶるなよ。ワイナリーの北西にモンドでも有数の無氷花の産地があるんだ。それを少し取ってきてほしい。I think I got a bunch of mist flowers because I fuck around all the time. Oh, they wanted me to give them outside. 紹介しよう。こちらはワイナリーの醸造師だ。無氷花がこんなに？生成設備はこの純度に耐えられるか。問題は生じないだろうか。おお、やっとオーナーに話しかけられた。ご安心ください。オーナーの指示であれば命がけで完成させてみせます。命をかけるような仕事じゃないだろう。ではお話を続けてください。こちらは仕事を開始します。Hi, my new dance. Fuck. There's an order.実はこの前ワイナリーで新しい味を開発しようとしたとき、清涼感をアップさせるため無氷花を少し入れてみたんだ。生成された無氷花は確かに魅力的な出来栄えだった。
じゃあよく売れたのか。いや、客を引き寄せたのではなく、それはスライムを引き寄せたんだ。元素力を吸収して生きている奴らにとって、その誘惑は怖くてで抗えない。だからこの特性を利用して。うわ、何の音だ。 Did it just go from night to day again? 寒い。ディルク様、生成は完了しましたが、設備が。ご苦労。設備の心配はいらない。執事に新しいものを購入してもらう。出た、金持ち発言。What the fuck? Spiffy, jolly ho, haha. 生成された無評判な元素の。すごい。この体の芯まで響くような元素の気配。少し地面に垂らせばいい。気をつけろ。Oh, wow. 本当にスライムが予想以上の効果だ。ワイナリーがスライムたちに荒らされる前に。料理の時間だよ。Oh shit, there's different ones too.けど本当にそれで大丈夫なのか。ディルックの旦那一人で。最初から僕のこだわりだ。こんな風になった今僕一人。わかった。ディルック、でもそれでもオイラと旅人は手伝うからな。いいだろ。ちょっとプラクス。空気が読めないこと言うな。君たちに一つ借りができたな。では計画通り。これは騎士団のホフマン殿。こんな時間に。いえ、特に用は。暇を見つけて少し酒を飲みにね。おや、旅人。おう、今日は気分がいいからな。一杯飲みに来たんだ。ご注文は。ではダンディライオン氏をいただこう。オイラはアップルジュースがいいな。アップルジュース、you basic white bitch. No, just kidding. だ、財布を忘れてきたみたいだ。お前は？ Can I start a time? つけは認めていない。じゃあ俺がおごってやろうか。いいいい、そんなに時間かからないし、すぐ財布を取ってくるって。ロイ、全部使ったのか。あれほどの量を。I can really hide it.体調はすごいけど、一緒にいる俺たちはいつも。ああ、違う。
上司をそんな風に言ってはいけないな。なん戻ってきたぞ。アップルジュース一杯。ああ、すぐ準備しよう。ホフマンさん、ホフマンさん、側門が大変なんです。すぐ来てください。なんだと？何があった？スライムが来たんです。スライム？スライムくらいで慌てる必要はないだろう。スライムは珍しくないのですが、そのスライムが。まさかアビス教団の仕業か。しかし俺には別の任務が。ほう、別の任務。酒を飲みに来ただけだと聞いたか。あ、いや、それ騎士団とはこんなやり方しかできないのか。アビス教団が城門まで迫ってきているというのに酒を飲んでいられる暇があるんだな。だからセピジョス騎士団は頼りにならないと言っているんだ。それは、ディルック様の言う通りです。失望させてしまい申し訳ありません。今すぐ出発しますが、旅人、お前に。し、俺の任務知っているだろう。ディルック様が外出しないか、側門の様子を見に行ってくる。すぐ戻るから頼んだぞ。邪魔者は消えたな。全て計画通りだ。僕もそろそろ行く。彼が戻ってくる前に戻らないといけない。時間を無駄にする余裕はないからな。Hello? フッ、来たか。戦いは最もたやすいことだがな。Love the firebird. Oh, that was awesome. さすがディルックの旦那。あっという間だったな。所詮は雑魚だ。雑談している時間はない。側門の状況はわからないが、急いで酒場に戻ろう。ホフマンはまだ戻ってないみたいだ。間に合ったな。
なんとか解決した。アビス、それは良かったな。騎士団はスライム掃除に職務を変えたらどうだ。今より重宝されるかもしれない。皮肉は勘弁してくださいよ、ディルック様。ん？旅人、その汗はどうした？どこか出かけてたのか？暑い？それになんだか息も乱れてないか？おい、どうするんだ？ホフマンが疑い…すまないが、そこの人、少し聞いてもいいか？ディルック様、ああ、今日のバーテンダーがここを出たりしなかったか？まずい、他の客に…ああ、旦那。ああ、いやいや、ディルックさんはずっとカウンターにいた。They are all in on the secret. ホフマン殿、君が注文していたダンディライオン酒だ。これを飲んだら帰るといい。騎士団のみんなによろしく伝えておいて。ああ、いえ、遠慮しておきます。そろっ…妙だな。ドキドキしたぞ。絶対バレると思った。それも想定済みだ。だから、今日、君たち以外の客は、みんな暁ワイナリーのものだ。まさかの全員桜。全員じゃないさ。正確に言うと、俺以外はだ。Fucking キア。なんでこんなところにいるんだよ。静かに芝居を鑑賞できる場所を選んだだけさ。まさか最初からいたのか。ああ。この闇夜の英雄のアリバイ劇は素晴らしかったぜ。その辺の酒よりもはるかにうまい。それでこの件を騎士団に報告するつもりか。俺のことをよく知っているくせに告発なんかに興味はないぜ。 Cause Kea is gay for him. You know what I mean?He wants to play hide the sausage with D-Lick. Yep, buddy.申し訳ないが、本日の営業はここまでだ。That's a kind way to say, fuck off. はいはい、いいさ。今夜はもう酒で盛り上げる必要もないしな。でも出る前に一つ言いたいことがある。聞こう。ディルック、お前にこの助手がいて、俺は不思議と安心したぜ。素敵な夜。じゃあまた。ガイアのあの言葉、どう？あいつのことはいいんだ。今回はいろいろと助かった。これは礼だ。どう？ありがとう、旦那。一人で行動することに慣れてはいたが、君たちの手を借りるのも、今後何か助けが必要になったら。You know, I'm surprised that they didn't make this mandatory before the Devlin fight. That's what I'm really surprised about.